とうとうここまで勝ち抜いてきたぞ。次は最終予選だ。お前たち準備はできているか？うん、リョーナさん、このお菓子美味しいですね。そうだね、紫ちゃん、二人で一緒に食べると美味しさ倍増だね。何なんだこの気まずい空気は。紫、さっきからリョーナとばかり話をしてるな。どうして僕を無視するんだ？僕に何か悪い部分があるなら謝る。だけど理由もわからないままじゃ謝りようもない。欲しいものメモ。なんだそれは。まだしらばっくれている。そんなお姉ちゃんとは話したくない。リョーナ、みんなに謝罪の言葉はないの？勝手に一人でどこかに行っちゃってさ。みんな心配かけてごめんね。火事のことも本当にごめんなさい。やけに素直じゃない。最初からそうしてればよかったのよ。じゃあほら、お尻出しなさいよ。ご褒美にお仕置きしてあげるから。どうしてお仕置きするの？リョーナちゃん悪いことしてないのに。え？あんた何を言ってるのよ。リョーナちゃん今紫ちゃんと遊んでるから、ちょっと放っておいてくれる？勝手にしなさい。こっちだってその方が先生するわよ。まずいな、こんな時こそリーダーとして私が何とかせねば。どうしようか。問題に入り込むんじゃない。ほらボス、ほらほらほら、僕もこの私が、そんな、なんか言うか。紫、何を起こっているのか原因だけでも教えてくれ。フリフリのついた洋服。なんだそれが。
しいのか。なら今度の誕生日にプレゼントしてあげても。いらない。どういうことなのか。バカ犬豚リョーナ、ド M の変態プリマ娘。私が住む世界とはあまりにも違いますね。なんか言おうか。気づいたら試合が終わってたね。勝てばいいというものではないのだが。しびれただろ。イムと紫、いい加減にしろ。リョウビとリョウナ、お前たちもだ。姉妹といえどもいろいろと思うことはあるだろう。だから喧嘩をするなとは言わん。だが戦いに私情を持ち込むのはやめろ。忍びは常に冷静に静かな水面のような気持ちで戦わねばならんのだ。忘れたのか。感情に飲まれたまま戦って以前の私たちはどうなった。傷だらけで目覚めた病室で二度とあんなことは繰り返さないと心に誓ったのを忘れたのか。そうだね。ごめんミヤビ。悪かったわ。ミヤビの言う通りよ。よし、それなら腹を割って話し合ってみんなで仲直りだ。はい。お姉ちゃんの H メガネ。この声は紫？ H メガネって。リョーナちゃんのパパ、嘆きの貧乳スナイパー。今の声はリョーナ。違うの、リョービちゃん。これは その会場中に妹への悪口を響かせて何が面白いわけ。お姉ちゃん、そんなせっかく仲直りできると思ったのに。さて、いよいよ準決勝となったわけだが。ごめん、ミヤビ。試合が始まるまで向こうに行ってるよ。リョウビも。どうしよう。なんでこんなことに。あんな声さえなければ仲間売りできたはずなのに。話を聞いた限りだと、犯人は PBS の運営側の人間だな。問題はなぜ私たちを仲違いさせようとしているかだが、鈴音先生の言う通りならば優勝することによって真相がわかるはずだ。でもこんな状態で優勝できるかな。イライラした感情を相手にぶつけることでもしかしたら逆に戦いを優位に進められる可能性もあるが、前にも言った通り
忍びとしてそんな形で優勝しても意味がない。全員一丸となって戦って勝つ、それが蛇女の勝利なのだ。蛇女の皆さん、次の試合はよろしくお願いします。次の相手はお前たちか。参ったな、生半可では勝てぬ相手だ。あら、リョウビさんとイムさんはどちらに？それはですね、今野暮用でいないだけだ。お前たちが気にすることじゃない。我の面を貸してやってもいいぞ、みやび。どういうことだ？動揺が顔に現れているということだ。とても残念に思います。できることならベストの皆さんと戦いたかったですが。いらぬ心配をするな、私たちはいつでもベストの状態だ。そうですか、では試合を楽しみにしています。態度に余裕が感じられるな、かなり自信があるということか。みやびさん、ごめんなさい。私たちがあんなことをしなければ。どうしよう、リオナちゃんたちが仲の悪いままじゃ勝てないかも。心配はするな、お前たちの分まで私が戦えばいい話だ。え？長い間無理をするわけではない。お前たちが仲直りしたら今度はその分休ませてもらうさ。みやびさん、さあ行くぞ。何も恐れることはない。蛇女の誇りがある限り私たちは負けはしない。どうするんだ？矢面に、これはどういう作戦なのですか？さあな、だが今の私なんなの？すごい気迫だよ。嘘、こんなのまるで特攻だよ。何？油断したか。私が倒れてもまだ仲間がいる。これをただの特攻だと思うなよ。皆さん、ひるんではなりません。全力で迎え撃つのです。お友達は大丈夫かしら？仲間がやられたようね。
やられたみたいだな。それだ、時間切れだ。いでよ、私たちの勝ちだ。完全勝利だ。なんとか勝てはしたか。無理をさせて。気にすることはない。お前たちが仲直りするまでは私に任せておけばいい。あんた何言ってるの。
のよ。一人でこんなにボロボロになって、リョウビたちが仲直りしなかったらどうする気なの？するさ、必ず。だからなんでそんなことがわかるのよ。わかるさ、私たちは憎しみを超えて仲間になったのだから。みやび、そんな私たちだからこそ憎しみに心が奪われることはない。紫、あっちでゆっくり話せないかな。うん、お姉ちゃん、私ちゃんと話がしたい。どうやらこれ以上は無理しなくてよさそうだな。ならば少しだけ休ませてもらうとするか。皆に示しがつかないぞ。